山田、宝馬古墳群は、千葉県三部郡芝山町にある古墳群である。山田、宝馬古墳群は、芝山町の山田、宝馬地区の栗山川の支流高谷川と木戸川に挟まれた標高40から45メートルの大地上に分布する古墳群である。宝馬古墳群には、前方後円墳四基、円墳十六基。また山田、朝倉古墳群には、 前方後円墳7機、円墳157機が存在していたとされていたが、すでに多くが消滅し、1981年の成田国際空港付帯工事に伴う調査では山田、ホーバ古墳群全体で現存する古墳は、前方後円墳6機、円墳20機と報告されている。前方後円墳はいずれも墳球長30から40メートルの小規模なものである。 これまで調査された前方公園墳のうち35号墳は墳球町30メートルで箱型石管を有し鉄属が出土墳球に円筒埴輪や人物埴輪、機材埴輪などの継承埴輪を巡らせていた65号墳は墳球町35メートルで横穴式石室を有し銅安、自家刀、近藤耳は夏目玉、ガラス玉が出土した 127号墳は、墳級町34メートル、公園部計21.6メートル、前方部幅21メートルで、残存していた幅5から6.5メートルの集合りが確認され、堀の中から多くの人物や動物の継承埴庭、あるいは円筒埴庭が発見された。特に墳級の東側の首部から前方部にかけて多くの継承埴庭が建てられていた。 164号墳は、墳球長40メートルで、首レブに箱型石棺を有し、自家刀、銀製刀酢、鉄属、耳は、バグ刀が出土、墳球に、円筒埴輪や、人物、うち、動物などの継承埴輪を巡らせていた。これらの埴輪は、暴走の古墳における埴輪配列の重要な例となっている。円墳の中には、 箱型石棺を内部施設とするものが多く認められる。また調査された古墳の大半は6世紀後半のもので、群衆墳的性格が強い。ありがとうございます。